エステバン・アルバラード・ブラウンは、コスタリカ・リモン州、シキレス出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。コスタリカ・プリメーラ・ディビビッシオンの CS エレディアの所属。2008年に、コスタリカのデポルティーボ・サプリサで、プロキャリアをスタートさせ、2009年末に、オランダの a g アルクマールと契約を交わし、2010年に、移籍した。 2011年12月21日、アヤックスのホームアムステルダムアレナで行われた、KNVB カップ4回戦、アヤックス対 AG 戦で、アヤックスの1点リードで迎えた前半36分に、よって、ピッチへ乱入したファンがアルバラードに飛びかかる騒ぎが、発生。アルバラードは、倒れた乱入者を蹴りつけ応戦したが、バスナイハウス出身から、レッドカードを出され退場となった。 これを受けて、エイジーのヘルトヤンフェルベイク監督は選手に引き上げを指示し、試合は中止となった。アヤックスのフランク・デブール監督は、自分自身を守った、アルバラードの行為は理解できると擁護した。22日、オランダサッカー協会は、レッドカードの取り消しを決定。またアヤックスは、乱入した19歳の男性を30年間の、スタジアム入場禁止処分とした。 2015年8月6日、トラブゾンスポルに移籍した。コスタリカ代表として 2009FIFAU-20 ワールドカップに出場し、ゴールデングローブを受賞した。2010年8月11日のパラグアイとの親善試合で A 代表デビュー。2011年には、元恋人の女性への旅重なる暴行により、暴行と殺人未遂の罪で刑事告訴された。 これを受け、コパアメリカ2011に臨むコスタリカ、代表メンバーには招集されないことが、コスタリカサッカー連盟により決定された。2014FIFA ワールドカップに向けた、予備登録30人に選出されたが、聖ゴールキーパーのケイロルナバスが健在なところと、前述の底の悪さからホルヘルイスピント監督から、激悪と判断され、 登録メンバー23人から外れた。ありがとうございます。